ローランド・ボホールは、フィリピンの元プロボクサー。西ネグロス州、ヒママイラン出身。元 IBF 世界フライ級王者。元アプブフ東洋太平洋、スーパーフライ級王者。1984年1月18日、プロデビューを果たし4回引き分けでデビューした。無敗をキープしたボホールは1985年9月29日。 ダドイ・アンズ・ジャーとの対戦で10回判定負けで、キャリア初敗戦を起死した。その後もう1回負けたが、すぐに勝ち続け1988年1月16日、IBF 世界フライ級王者、最小校と対戦し15回に一から1の判定勝ちを収め初挑戦で、王座獲得に成功した。1988年5月6日、元アップ部不登用太平洋。 ライトフライ級王者、ボクテラシクモと対戦し初回にダウンを奪うとそのまま、差を広げ15回3から0の判定勝ちで、初防衛に成功した。1988年10月5日、イギリスロンドングランドホールで20戦全勝の、デューク・マッケンジーと対戦し、自身初の小負けとなる11回2分25秒、TKO 負けで、初防衛に失敗し王座から陥落した。 1989年4月22日、発戦前哨のマップハイナラチャートとアップブフ東洋太平洋スーパーフライ級王座決定戦を行い、6回 TKO 勝ちで王座獲得に成功した。1989年8月4日、元 IBF 世界フライ級王者傾昇官と対戦し12回にから例の判定勝ちで、定にインドを渡し初防衛に成功した。 1989年12月17日、日本のリングに初登場。福岡県北九州市で、杉達也と対戦し12回1から2の、判定負けで2度目の防衛に失敗し王座から、陥落した。1991年10月24日、後の WBO 世界、スーパーバンタム級王者ジュニア・ジョーンズと対戦し10回判定負けで、5連敗となった。 1994年6月7日、IBF 世界バンタム級王者、オルランド・カニザレスと対戦し5回27秒、TKO 負けで2回級制覇に失敗した。1994年12月8日、後の3回級制覇王者、ジョニー・タッピアと対戦し2回21分21秒、TKO 負けを最後に現役を引退した。ありがとうございます。